皆さん受験お疲れ様でした。結果はね、人それぞれ思うところがある方もいるかもしれないですけど、でも一旦ご自身をねぎらってください。こうさ、結果が思い通りいかないと自分を責めてしまう方多いと思うんですよ。うちの生徒もそうだったけどね。でも一旦頑張ってきたことを受け止めて、受け止めないとさ、課題が見えてこない、次につながらないし、みんながこれから歩んでいくね、思ってた大志望じゃない道かもしれないけど、その道でずっと引きずられちゃう、過去に。だから一旦後悔とか反省とかも含めてだけど、自分が頑張ってきたこともちゃんと受け止めた上で次の道見ましょう、ね、それがすごく大事です。あ、でもこれが今回やってほしいことじゃないんですよ。じゃなくって、それは本編で話していくんですけども、今回ですね、受験が終わった後にぜひやってほしいことがあります。それは勉強全く関係ない、でもただ一個のシンプルなことなの。ぜひね、動画はあんま長くならないと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。改めまして、どうも、アイチです。まずは結論から参りましょう。今回ね、やってほしい一つのこと、それはですね、みんなにとってお世話になった方にぜひ感謝の思いを届けてください。受験で一番頑張った方、それは絶対にみんな自身です。他の方じゃない。みんな自身が一番頑張った。それは間違いないです。でも、このね、長い戦い、ね、長く頑張ってきたでしょ？この中で、誰の力も借りてねえっていうことはあんまないはずです。きっとお世話になった方がいるはず。みんながね、思い浮かぶお世話になった方はバラバラかと思います。例えば家族だったり、兄弟、友達、あとまあ恋人だったり、まあネットもっていうパターンもあるかもしれないよね。で、ネットもはちょっと難しくなってしまうんですけど、もしみんながやってみようかなって思ってもらえるんだったら、特に親に、自分の親に対してそう感謝を届けたいなって思いが出てきた方は、手紙を書いてみてください。みんなは自分の親に手紙って書いたことありますか？私も人生であんま数えたぐらいしかないんですけど、意外とですね、ペンが進みません。そのありがとうってね、受験ありがとう、助けてくれてありがとうって口で伝えるのももちろん大事なんだけど、手紙ってその一言では終われないよね。だからいろんなことを思い出したりとか、いろんな葛藤とか、あの日こんなこと言われたな、それはいい時も悪い時もいろいろあったと思うんだけども、いろんなことを思い出して、その溢れ出た思いを言葉にまとめなきゃいけないんですよ。でもそのまとめたものっていうのは、すごく相手に思いが届けることができます。しかも親に普段からこう手紙を書くって難しいですよね。だからこそ、こういった受験が終わったって大きなタイミング、人生であんまないんだ、こういうタイミングって。受験が終わったとか、例えば就職が決まって家をね、こう一人暮らしを始めるので出ていくタイミングだったりとか、あとは結婚した時とか、そういう時しかないんだよ。だからぜひ、まあ、もちろん強制じゃない、強制ではないんだけども、みんなにとっていろいろこう思い出した上で、こう手紙っていうのを思い、これは親御さんとかさ、家族だけじゃなくて、先生とかでも含めてもそうなんだけど、みんなの思いっていうのをこう手書きのね、文字にしたためるっていう経験、あんまね、人生でないから、だからこそこういう大きなタイミングでやってみてはどうかなと思って提案させてもらいました。最後に、この動画をもし保護者の方が見てくださっていたら、届けたい実は思いがありまして、実は保護者の方にも、お子さんにですね、手紙を書いてほしいと思っています。保護者の皆さんは、お子さんの戦っている姿だったりとか、まあ、葛藤とか悩みとか、まあ、一喜一憂すべてを一番近くで見てきたと思います。で、その中で、親としてどうやって、こう支えたらいいのかっていうのに悩んだ日も少なくなかったはずです。なので、そういったことも振り返って、でもやっぱり頑張ったのはね、お子さん自身なので、そこのねぎらいというか、そのこう、まあ、愛情表現も含めてですけど、そういったものをこう手紙にしたためると、これ塾講師やってる時に親御さんによくやってもらってたんですが、すごく生徒を喜んでましたので、ぜひ、このタイミングで短い手紙でも構いませんので、一回書いていただけたら、私は個人的にいいものになるんじゃないかなと思いますので、ちょっとご考慮いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。感謝をさ、告げるのって人に強制されるもんじゃないよね、本当はさ。そうって思ってるんだけど、でも塾講師の時の生徒もそうだし、まあ、YouTube の活動もだいぶ長くなったからさ、この話も何回かしたことあるんだよね。で、そのコメント欄だったりとか、みんなのね、反応とか見させてもらう中で、言われて、伝えてみました。
よかったですって、やってよかったですって言ってくれる子は結構多いんですよ、これ。そう、やってみたらわかる。そう、だから、今年もこの話をさせてもらいました。あのね、感謝を、の思いを届けるって、相手が喜ぶじゃん。喜んでくれるでしょ。だから、相手のためってよく思われがちなんだけど、違うんだよ。自分のために言うんだよね。って俺は思ってる。みんなが、例えば、親とかに対してさ、まあ、親って近い存在だから、その感謝を告げたい部分と、なんでそんなこと言うのっていうさ、ネガティブの部分で絶対出てくるんじゃん。 100% ポジティブの感謝ってなかなかないと思ってんの。だからネガティブの方に引っ張られるとさ、まあ、感謝なんて言わなくてもいいしって 思ったりする時もあると思うんだけど、でも思いをちゃんと感謝を告げることができると、みんなにとっての一歩前に進めてんのよ、その瞬間に。だから自分が一個前に進むため、一個大人にね、な、大人になるって言う方もおかしいけど、前に進むために、そのちゃんと思いを相手に伝えるっていうのはすごくあると思ってるので、なのでぜひね、やってほしいかなって思ってる。そう、まあ全部が全部さ、絶対例えば親とか先生もみんながみんな素晴らしいわけじゃないので、あの親には絶対感謝しろよ、それは違うと思ってるよ。うん、いろんな親御さん見てきたからね、それはちゃうと思うんだけど、でもみんなにとって感謝したいなって、感謝伝えたいなって思う部分があるんだったら、出し惜しみはしない方がいいって思ってんだ。でそれをね、思ってる理由が、あのみんなも経験あるかもしれないけど、感謝の気持ち伝えられなくなっちゃう日が来んのよ。ね。その相手がさ、先に天国旅立っちゃうと。伝えられないんだよ。っていう経験があって、俺。そう、だから、これはね、なんとも言えないんだよね、もう。本当に。だってずっと伝えられないんだもん。そう。だから、みんなにもそういう思いをしてほしくないなって思ってて、しつこいけど。ね。絶対感謝しろとは思ってないんだよ。思ってない、それは。違う。でも、感謝したいなって伝えたいなって思う部分がちょっとでもあるんだったら、出し惜しみはすんだ。いい、これは別に感謝だけじゃないよ、好きとかもそうだよ、うん、そういう気持ちもね。そう、だからぜひぜひみんなのこの心の中にある気持ちというか思いっていう、特にポジティブな思いだよね、感謝だったり好きとかそういうね、そうポジティブな思いっていうのはできるだけ出し惜しみせずに生きててほしいなって思うんだ。思春期って難しいじゃん。難しいよな。そう、俺もできんかったから、あんま生意気なこと言えないんだけど。でもそういう風に思って今回ね、この話をさせてもらいました。はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、来週がですね、ちょっと特別回でございます。はい、ちょっと具体的なことは言えないんですけど、ちょっと長いです。動画がきっと。で、こうやって話す回です。話す回ね、ちょっと長いんですよ。なので、お時間ちょっといただきますが、よかったらですね、来週の動画もぜひ見てもらえたら嬉しいです。では、今週1週間もね、またお互い頑張っていきましょう。それじゃ、またね。バイバイ。